ルビアンカ駅は、モスクワ地下鉄、ソコーリニチェスカや線の駅で、チースティエプルーディ駅とオホートヌイレアート駅の間にある。ロシア連邦保安庁本部長者の最寄り駅であり、前身のソ連国家保安委員会の時代からルビアンカの名で呼ばれる。1933年12月に建設開始されたが、当初から極度の土壌条件の悪さが技術者を困惑させた。 ルビアンカ広場周辺の土壌は、ジュラキの粘土、その上に硫砂及び石炭機の粘土から形成されている。地下鉄駅は石炭機の土壌の上に設置する計画だったが、ネグリンナヤ川の付近が当初の想定以上に軟弱な地盤であり、かつ空気に触れると膨張する性質があったため、この区間のトンネルは短期間に迅速に建設しなければならなかったほか、 駅舎の計画自体も変更を余儀なくされた。また、2層の粘土層の間にある流砂層の存在も工事においては大きな障害となった。これらの難工事にもかかわらず着工からわずか1年半後の1935年5月15日には、開業を実現させ、地下鉄の設計を行ったニコライ・ラドフスキーの記念碑がニコルスカヤ通りに建設された。 1965年には、ルビアンカ駅をタガーンスコクラスのプレースネンスカやセントの乗り換え駅にする計画が具体化し、駅の改造が必要になった。1930年代には、不可能とされた中央ホールの建設も技術の進歩により可能になったことから実行された。これらの工事は1972年に完成した。2010年には当駅で爆破テロ事件が発生した。 7号線くずねつきモスト駅。ありがとうございます。